知事を揺るがす衝撃の事実、その裏に隠された音声データ流出の真相をご存知でしょうか。今回の動画では斉藤知事に対する告発がどのようにして世間に広まり、県政を揺るがす大問題へと発展したのかを深掘りします。特に注目すべきは、週刊誌にリークされた音声データの出所がついに明らかになったことです。この流出に関与した人物が明るみに出たことで、県庁内の信頼関係が崩壊し、斉藤知事の権威が大きく揺らいでいるのです。さらに斉藤知事と親しかったはずの牛タンメンバーとの関係が知事就任後にどのように変化し、なぜ彼らが斉藤知事から距離を置くようになったのかを探ります。信頼していた仲間たちが知事の急変した態度にどれほど失望し、関係が悪化していったのか、その背景を詳しく解説します。また知事のリーダーシップがパワハラとして広く認識されるようになった経緯も見逃せません。彼の厳しい指導が組織に与えた影響と、その結果として浮き彫りになった部下たちの不満を掘り下げます。そして知事が築いてきた信頼を失い、側近たちからも見放されつつある現状を明らかにし、その背景にある問題を解説します。この動画では斉藤知事を取り巻く権力闘争の真相に迫り、流出した音声データがどのようにして県政を揺るがす一大事件へと発展したのか、その全貌を明らかにします。視聴者の皆さんには真実の姿を追い求め、知事のリーダーシップに対する疑問とその限界を知っていただければと思います。それでは音声データ流出の謎と浮上した関係者についてお話ししましょう。県民局長による斉藤知事への告発が単なる職場内の問題に止まらず、県全体に波紋を広げる事態となっています。特に問題の焦点となっているのが、告発に関連する音声データの流出です。このデータが週刊文春の手に渡ったことで、事件はさらに大きな注目を集めました。しかしこのデータがどのようにして外部に流出したのか、その背後には一人の関係者が浮かび上がってきます。音声データは県が厳重に管理していたはずであり、その流出は県内部での深刻な信頼関係の崩壊を示唆しています。最も疑われるのは元県民局長自身です。彼は知事からの圧力に耐えかねて自ら録音を行い、外部にリークした可能性が高いと考えられています。録音を週刊文春に渡したのか、それとも信頼できる知人に託したのかは不明ですが、彼がどれだけ深刻な状況に追い詰められていたかは想像に難くありません。しかし元県民局長が唯一の関係者とは限りません。県庁内部には他にもこのデータにアクセスできる職員が存在し、彼らの中に不満を抱えた者がいた可能性も否定できません。特に斉藤知事の強権的なリーダーシップに対して反発を感じている職員たちが内部告発の形でこのデータを流出させたのではないかと考える向きもあります。彼らにとって知事のリーダーシップは信頼を失うばかりか、恐怖と圧迫の象徴となっていたのかもしれません。この音声データの流出は単なる情報の漏洩に止まらず、県庁内部の人間関係や権力構造の歪みを浮き彫りにしています。知事がリーダーとしての役割を果たす一方で、その強権的な姿勢が内部告発という形で反発を引き起こした可能性が高まっています。流出したデータは県庁の闇を暴露するだけでなく、知事の統治方法に対する内部からの異議申し立てとも言えるでしょう。この事態が示すのは、斉藤知事がどれほどの影響力を持っていたとしても、そのリーダーシップが人々の信頼を得られなければ組織全体が脆くなるという現実です。今回の音声データ流出が明らかにしたのは、表向きの権威の裏側に潜む人々の不安と不信感です。それは県庁という巨大な組織においても、一人一人の感情がどれほど大きな力を持ちうるかを示しています。音声データの流出という行為は単なる情報の漏洩を超えた組織内部の深刻な問題を露呈させたのです。次は斉藤知事と牛タンメンバーの関係悪化についてです。斉藤知事は知事就任前から親しい関係を築いていた牛タンメンバーと呼ばれるグループがありました。彼らは長年にわたり信頼関係を深め、
互いに助け合う仲間として知られていました。しかし斉藤氏が知事に就任した後、その関係は急激に悪化しました。特に知事が権力を手にした途端に見せた急変ぶりにメンバーたちは困惑し、次第に距離を置くようになったのです。牛タンメンバーとは共に食事をしながら議論を交わし、時には仕事の悩みを共有し合う仲間たちで、斉藤氏もその一員でした。しかし知事という権力を手に入れた斉藤氏はその力を誇示するかのように、以前の仲間に対しても厳しい態度を取り始めました。これまで対等な立場で接していたはずのメンバーたちは突然の上下関係に戸惑いを隠せなかったでしょう。特に印象的なのは、知事がメンバーの一人に対して怒鳴りつける場面が報告されていることです。これまで和やかな雰囲気で進んでいた会合が知事の威圧的な態度により一変して緊張感に包まれるようになりました。かつては互いを支え合う関係だったはずが、知事の地位についた途端にメンバーたちは彼の冷たい視線や厳しい言葉にさらされるようになったのです。この変化に対して牛タンメンバーの中には誤算だったと感じる者も少なくありませんでした。斉藤氏が知事になったことで彼らが得られるはずだった恩恵や影響力が逆に圧力や抑圧に変わってしまったからです。彼らが期待していたのは以前と変わらない友好関係の継続であり、斉藤氏が知事としても彼らの意見を尊重し耳を傾けることでした。しかし実際には彼はその権力を利用してかつての仲間たちをも支配しようとしたのです。この結果牛タンメンバーたちは次第に斉藤知事から距離を置くようになり、彼に対する不満や不信感が高まっていきました。かつては共に語り合い信頼し合っていた関係が権力の前では無力だったのです。知事の地位についたことで斉藤氏は以前の仲間たちとの絆を失い、逆に孤立を深めることになったのです。斉藤知事と牛タンメンバーの関係悪化は権力が人間関係にどのような影響を与えるかを示す一例です。かつての友人が敵となり信頼が不信に変わる過程は権力の持つ危うさを如実に物語っています。次は斉藤知事のパワハラ体質が明るみに出た経緯についてです。斉藤知事が就任当初から厳格なリーダーシップを取る人物であることは広く知られていました。しかしその厳しさがいつしかどうこえ、ついにはパワハラとして認識されるに至った経緯は注目に値します。知事の行動は単に厳しい指導という域を超え、職員たちに対して精神的な圧力をかけるものへと変貌していったのです。斉藤知事のパワハラ体質が最初に指摘されたのは、彼が部下に対して感情的に叱責する場面が繰り返し目撃された時でした。特に会議の場で部下を公開の場で非難し、威圧的な態度を取る様子が多くの職員の目に触れることとなりました。これにより、職員たちは次第に知事の前で発言や行動に慎重になり、萎縮するようになりました。知事の意図がどうであれ、結果として組織内に不安と恐怖の雰囲気が広がったのです。さらに、知事のリーダーシックスタイルが問題視されたのは、彼の瞬間的な怒りによる行動でした。些細なミスに対しても過剰に反応し、部下を厳しく叱責する姿が繰り返し見られました。このような態度は、職員たちに自分がいつ怒りの矛先になるかわからないという不安を与え、職場環境を著しく悪化させました。これにより、職員の士気が低下し、業務の効率にも悪影響が及んだことは容易に想像できます。また、知事が持つ絶対的な権力が、このパワハラ体質をさらに助長した面もあります。彼は自らの地位を利用して、部下に対する支配的な態度を正当化しようとしました。部下たちに対して自分の指示に従わなければ組織の利益が損なわれるといったプレッシャーをかけることで彼らを従わせようとしたのです。このような手法は一時的には効率的に見えるかもしれませんが、長期的には職員の信頼を失い組織の健全性を損なう結果となります。知事のパワハラ体質が明るみに出たことで多くの職員が勇気を持って声を上げ始めました。これまで隠されてきた彼の行動が次第に公然と批判されるようになったのです。部下たちの不満が積もり積もっていく中で、知事自身がその影響に気づいた時には
すでに手遅れだったのかもしれません。斉藤知事のパワハラ体質は組織全体に深刻なダメージを与え、彼自身のリーダーシップに対する疑問を呼び起こしました。次は斉藤知事の信頼喪失とその背景についてです。斉藤知事がリーダーシップを発揮する一方で、彼が部下や側近からの信頼を失いつつある現状は県政において深刻な問題となっています。特に注目すべきは、彼のリーダーシップスタイルが信頼を築くどころか、むしろそれを損なう結果を招いている点です。この信頼の喪失は一朝一夕に生じたものではなく、徐々に積み重なった不満や誤解、そして意図的な行動の結果として現れたものです。斉藤知事が信頼を失うに至った大きな要因の一つは、彼の強権的なリーダーシップです。知事はその絶対的な権力を駆使して迅速な決定を下すことができる一方で、その過程において周囲の意見を軽視しがちでした。部下たちはしばしば知事の一方的な指示に従わざるを得ず、彼らの声が無視される状況が続きました。このような環境では、どれほどの努力をしても自分の意見が反映されないと感じる職員が増えていくのは避けられません。また知事が部下や側近に対して取る態度も信頼喪失に大きく寄与しています。彼の厳しい指導が職員の成長を促すためのものであったとしても、そのやり方が過度に威圧的であったことは否めません。職員たちは知事の前で自由に意見を述べることを恐れ、萎縮してしまうようになりました。これにより彼らの士気は低下し、知事に対する信頼も次第に薄れていったのです。さらに知事がリーダーシップを発揮する中で、結果を重視するあまり人間関係の調整を愚かにしたことも信頼喪失の一因となっています。斉藤知事は効率や成果を最優先に考えるあまり、部下たちとの信頼関係を築くことに時間を割こうとしませんでした。彼にとっては結果さえ出ればそれで良いと考えていたかもしれませんが、部下たちはその過程において重要視されていないと感じるようになりました。このような状況が続けば、当然ながら信頼関係は崩れていきます。また信頼の喪失は、知事が自らの過ちや失敗を認めず、責任を他者に転嫁する姿勢にも起因しています。知事が一度も自分の非を認めず、部下に責任を押し付ける場面が幾度となく見られました。このような行動は部下たちの信頼を失うだけでなく、組織全体の士気を低下させる要因となります。信頼の喪失は組織全体に波及し、最終的には県政の運営そのものに悪影響を及ぼします。斉藤知事のリーダーシップがかつて持っていた力強さは、今ではその信頼の欠如によって大きく揺らいでいるのです。信頼を取り戻すことは容易ではなく、長い時間と多くの努力が必要となります。しかしそれがなされない限り、県政の未来には暗い影が差し込むことでしょう。以上が斉藤知事を取り巻く複雑な問題の全貌です。今回の動画では音声データ流出という深刻な事件を通じて、斉藤知事のリーダーシップがどのようにして信頼を失い、側近たちとの関係が崩れていったのかを掘り下げてきました。権力を握った瞬間からその力を誇示し続けた結果、信頼を失ってしまうというのは、どのような立場にある人にも警鐘を鳴らす出来事です。私の考えでは、リーダーシップとは単に権力を行使することではなく、周囲の信頼を得てその信頼に応えることで初めて成り立つものです。斉藤知事が信頼を失った背景には、彼がその基本的な要素を見失ってしまったことが大きく影響していると感じます。特にかつての友人たちとの関係が崩壊し、部下たちが彼に対して恐怖を抱くようになったのは、その象徴的な出来事と言えるでしょう。このような状況において、今後斉藤知事がどのような行動をとるのか、そして信頼を取り戻すための努力がどのように進められるのかが注目されます。これまでの過ちを反省し、組織内での信頼関係を再構築するためには、単に言葉だけではなく具体的な行動が求められるのではないでしょうか。視聴者の皆さんも今回の動画を通じて、リーダーシップと信頼の関係について考えるきっかけになれば幸いです。最後に
皆さんのご意見をぜひお聞かせください。斉藤知事のリーダーシップについてどう思われますか。また今回の事件に対して彼がどのように対応すべきだと思いますか。コメント欄でぜひご意見をお寄せください。皆さんのコメントをお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。